こんにちは。こんにちは。マッスルグリルです。マッスルトーク。辻社長と見間違えた方もいらっしゃるかもしれないですけど、社員にあざみです。辻社長ですね。はい。今日はね、BBC、馬肉ボディコンテスト。はいはい、はい。我々もちょっと少し、賞2位ね。2位でこう我々と一緒にゴートレとかそういう風に携わってますんで、ちょっと馬肉とは少し関係ないんですけど、そのどのようなカロリーを、取れば、こう痩せていくかっていうのは、そういうことをね紹介できればいいなと思って。ダイエットについて、ね、ダイエットについて、はい、で実際物を見せながら視覚的に量をしっかりと測って、皆さんに教え、計算しながらできたらいいなと思ってます。はい。ただ今日自分がその推奨するやり方っていうのは、女性だったら、ちょっと見させていい、はい、まず一ついいですか、はい、今そのやっぱ免疫とか高める時期だと思うんですよ、うんうんうん、で一つその、馬肉っていうのは、そういう栄養価も非常に高いと高い、ね、うん、いうところで、そういうのを食べて健康美になろうっていう一応コンセプトなので、うん、どれだけ痩せたかどれだけ絞れたか大会じゃない、もちろんそれ分かってると思うんですけれども、うん、その別に痩せることその脂肪を削ぎ落としていくことを推奨してるわけじゃないですよね。まずそこだけちょっとはっきりさせた方がいいですよね、うん、そうですね、まず、比べるものではあるんですけど、自分自身が健康になりたいっていう人が参加してください、はいはい、で今から教えるやり方も最低限健康を守った上での一応ダイエットになるし、うん、自分がずっと減量でやってきた方法で、でこれをやって病気になったこともないんで、はいはい、一応自分目安にはなるんですけど、うん、少しでもね皆さん参考になればいいなっていう思いでやってます。そうですね、決して入り知恵するつもりはございません、うんうん、やるかやらないかも自己判断自己責任でやっていただくっていうことを前提に語らせていただきます。そうですね、はいはい、で自分が推奨してる人っていうのは推奨してるやり方っていうのはあくまでも摂取カロリーを基礎代謝ぐらいのレベルで食べてもらいたいっていうのが推奨してるやり方なんですよ。あ、基礎代謝のカロリーと摂取するカロリーを合わせる、大体同じぐらいにしてもらいたいっていうのは、はい、で なるべく下回らないようにしてもらいたいっていうのが一番推奨できるやり方でやりやすいやり方なんですけど、でまずちょっと大前提でダイエットしたら筋肉落ちるんじゃないかっていう説に関しては筋トレの強度がかなり強く関係してくるんで、基礎代謝以上にとっている場合はあんまりねこれ筋肉をこうアミノ酸に分解してエネルギーにするみたいな体を溶かしてエネルギーにする作用がタンパク質と脂質っていうのがあるんですよ。であまりにもその摂取カロリーを落としてしまうと脂質からこうゆっくりこう基本的にはダイエットって落としていきたいじゃないですか。だけどその焦るとアミノ酸に分解して筋肉がちょっと落ちるっていう際もあるんですよ。だから自分はその基礎代謝以下にはしてほしくないっていうのもあるし、トレーニング強度もね明らかに落ちてくるんでしてほしくないっていうのがあるんですよ。でダイエットしながら、筋量維持できるかっていったらそれはもうトレーニングをやるしかないんですよ。だからトレーニングの強度が落ちなければこれは筋肉も落ちません。ただトレーニング強度維持しても基礎代謝以下にしちゃうとまれにタンパク質を分解してエネルギーに持ってっちゃうことがあるから推奨できませんっていうところです。だから今運動してない人っていうのは筋肉落ちるリスクがすごい低いんですよ。もともと筋トレしないわけですから、逆にこれを機に筋トレを始めれば逆に筋肉がつきながらダイエットすることもできるっていうことです、うんうん、なんでそことはかけちょっと別に考えてもらって、あくまでも食事量を視覚的に見せたいっていう企画です今日は。で自分どうしてもね PFC バランスって言ってタンパク質炭水化物脂質のバランスで、一番こうなんていうんですかね、基本的な昔の食事ですよ。日本人のご飯があって お魚があってちょっと卵があるみたいなのを自分は推奨してるんで、それに沿った PFC でいくとタンパク質は 30% のうち 30% 30%、はい、でカーボ 50% 炭水化物 50% 取ってもらって、はい、脂質を 20% 取ってもらうっていうもので今日は紹介していきます、はいはい、で 100% って言っても体格によって数値が違ってくるじゃないですか。女性の平均的な体格でいうと基礎代謝っていうのが一応1155キロカロリーってなってますね。基礎代謝というのは脂肪を抜いた体重、もう自分から脂肪を全部抜いたらこの人は38.5キロになるんですよね体重が。でそこに脂肪をつけると元の体重に戻るという感じになるんですけど、それかける30
っていうのが一応まあ自分がいつも使ってる計算式になってて、多分体操整形とかもその式でやってると思うんですよね。大体ちょっと違ったりするんですよね。もうメーカーによっても若干違ったりとかして、うん、あの本当にね、同じ体重で体重、まあ、同じ人が、まあ、タニタのものとなんか違うもの測ったら違く出るっていうのは多少あると思うんですけど、大体まあ30前後ですよね、うんうん、そうですね。でそれで考えるとその基礎代謝っていうのがこの女性の場合だと、まあ、1155っていうになります。これはあのね、運動量とか関係ないです。あの筋肉の量、まあ、骨格とか、まあ、脂肪を抜いた体重に対してなんで、そこに動いた量のカロリーとかまた上乗せで乗ってくるんですけど、これはあくまでも自分の体そのものの持つ代謝のカロリーになります。でこれに抑えることによって運動した分全部なるべく体脂肪から燃やせるようになるんですよ。でそうすると何が分かるかっていうと、運動したリアルな消費カロリーが分かるっていうこともあるんで、自分はそのきっちり基礎代謝ぐらいにピッと抑えることで運動したカロリーも後々分かってくるっていうんで推奨してます。でそれをまあじゃあどれぐらいの量なんだっていうのをまあ今から測っていくところなんですけど、女性の場合だとね、あの 1155×0.5 で大体カロリーとして 50% が出るんですけど、まあ577キロカロリー、1日に食べられるこのっていうのが 160g ですね。で今これゼロにしてあるんですけど、 160g を測る、まあ大体1合なんですよ。1合ですよね、うん、1合が 150g ですかね、卵の状態。そうそうそう、なんでまあ約女性だとこれぐらいの量になるっていうことですかね。こんな感じです、うん、分かる、これ分かりづらい、まあ、1合です。多分炊いた状態じゃないと全然ピンとこないでしょ、はい、そうするともうおにぎり1個2個半ぐらいコンビニでっていう、そんぐらいじゃないですかね、うん、はい。だから女性はコンビニのおにぎり2個半分ぐらいの炭水化物がその平均的な女性ですよ。もしトレーニングとかしてちょっとムキムキだったり身長高い人は女子母体重もちょっと上なんで、あの上になってくるんですけど、大体まあ平均って言われてる女性だとまあこれぐらいのお米、炊く前はこれぐらいの状態っていう感じになります。で次にじゃあタンパク質、タンパク質が大体 30% って言ったんで、346kcal 分の鶏肉になりますね。鶏肉、鶏胸なんですけど今日皮なしね、 326g の胸肉になりますね。で多分ね1枚、大きいの1枚ぐらいだと思うんですよ。これぐらいの量なんですけど、分かりますかね、 これぐらいの量って意外と多分多いと思うんですよ、推奨されてる量で考えると。で問題が油なんですよね。脂質がねかなりシビアなんですけど、231kcal ですね。そうするとこのオイルにしちゃうとね、一律だいたい 1g あたり 9kcal なんですよ。 25g ですね、うん、25g の油っていうのがこんなもんです。自分はあのイタリアで働いてた時、これの倍の量でペペロンチーノ作ってましたから、うん、じゃあもうペペロンチーノ一皿で2日分ですか、そう、2日分のその PFC でちゃんと考えた時には2日分の油になっちゃう、うん、だからダイエット期間はやっぱ外食するとね、一気に油だけでこしちゃうんで、うん、これがまあ普通に炭水化物、タンパク質、脂質のバランスになります。はい、これをだから自分の場合だと沼みたいにしておかゆにして野菜少し足してあげて、食べてるっていう感じになります。そうだからやっぱり難しいのが、さっきの外食の話じゃないですけど、最初おにぎりでね、あの考えましたけど、うん、おにぎりだって細かい話すれば、じゃあ具がどれだったとか、うん、ってなってくると、そうするとタンパク質のバランス崩れちゃうじゃないですか、明太子のおにぎりを食べた瞬間に、ね、うん、で米本来の要は持ってるエネルギーがどれだったか分からないってことなんで、うん、だからあざみさんは沼を推奨してるんですよ ね、 そうですね、これで一緒にしちゃえばもうできるわけ、うん、これ以上何も入らないんで、うん、っていうところですね。であとはやっぱみんなが気にしてる塩分ね、はい、塩分っていうのは基本的に 10g って言われてるんですけど、まあ、その 10g がじゃあどれぐらいの重さかっていうと、で自分運動してる人は 15g を推奨してます。なんで自分は最近は沼をちゃんと測って 15g の塩で取るようにしてるんですけど、だから運動してる人でもこれぐらいってことですか。そう、運動してる人でこれぐらい、はい、これ大体今自分働いてた時に使ってた塩分の3分の1ぐらい、あ、3分の1ぐらいの量を1食に使ってます。基本的にはこんな感じで野菜を足していくっていう感じになります。で足す野菜に関してもなるべく緑黄色野菜、まああんまり根菜とかになるとカロリーも少し上がってきちゃうんですけど、まあ、ほうれん草とか、まあ、それこそオクラとか、そういうちょっと栄養価の多い野菜を入れてあげると栄養不足には間違いなくならないです。この PFC をクリアした上でさらに少しあのお皿一杯のサラダ
みたいのを食べれば、サラダって言っても生で食べられる野菜って結構栄養分が少なくて、火を入れないと食べられない野菜の方が実は栄養結構入ってるんですよ。ごぼうとか人参、さつま、じゃがいもとかそういったもの、なるべくそういうもので取ってあげるとすごい健康的で、カロリーも抑えられて、まあ健康的に痩せていくってやつですか、よく言う、そういうイメージになります。だから視覚的に見ると意外と少ないっていうところをまず理解してもらいたいんですけど、だから今体重が増えてる人は、そのいきなりこんなにカットするんじゃなくて、まずは食品を食材に変えていったりとかリハビリをしていって、大体こう写真で見た時に 20%25% か 25% ぐらいになってきたら、これぐらいの食事量に抑えていく。でもちろんその基礎代謝も平均と全然ずれてる人いるじゃないですか、うん、そういう人はもうね、体重計に乗って、体重計しかない人は体重計に乗ってまず自分の体重を見て、でそれに対して の写真で見た時の体脂肪率で見れば、なんかかけたり割ったりすれば基礎代謝出てくるんで、スマホとかでいいんで、基礎代謝とかでやったら、うん、なんとなく出てくるんで。そうだね、はい、自分の体重と身長入れれば。そうそうそう、ただ基礎代謝の定義も難しくて、活動代謝入れてくるところもあるんですよ、はい、デスクワークだなんだって言って、それとはこれは全然違うんで、それプラス運動した量っていうのはカロリーで乗ってくるんですけど、その痩せたい場合っていうのはどうしてもね、その動いた分全部消費していきたいじゃないですか。そうなるとまあ最低基礎代謝ぐらいに抑えるっていう感じになります、はいはい、男性もやろうと思ったんですけど、とりあえずこんなもんすかね。女性編みたいな感じですか、うん、女性こんぐらいだよっていう。男性は別に簡単ですよね。これまさみさんこれすぐ丁寧に測ってあげましたけど、はい、要は男性だったら、まあ、大体基礎代謝は1600-1700とかで、うん、それを、まあ、50%、炭水化物が 50%、タンパク質が 30% など、脂質が 20% の割合で、まあ、1日の基礎代謝分のエネルギーを摂取しましょうっていうのがまずスタートラインみたいな。まあそういう感じですね、はいはい、でそれでやっていけば意外と遅いんですよ、体重が落ちていくのって、はい、でもそれで焦るよりはそれが正しいんです、うん、でなんなら最初入れ替わるんですよ、体って。なんかこういう食事をとってるとね、そのでちゃんとトレーニングをすると、やっぱトレーニングすると筋肉一回枯渇するじゃないですか。でそういったこういったバランスのいいものを取ると筋肉に優先的に水分が入るんですよ。だから体重は変わらなくても筋肉がしっかり張って、他のもので体重が落ちてるからプラスマイナスゼロぐらいになるはずなんですよ。だから最初は体重落ちないぐらいの方がいいです。でちゃんとトレーニングできてない時ほど減量中体重一気に落ちるんで、それはもう自分が毎回経験することなんですけど、だから本当ね、摂取カロリーだけを信じてもいいって言ったら過言だけど、それぐらいでいいんです。このカロリー取ってればただこう絶対的なもんじゃないですか、カロリーっていうものは。だから落ちないってなると、それはそういう反応が起きてるかもしれないっていうふうに捉えて、前向きに捉えて、すごい長い目で見た方が結局うまくいくんで、まあ、これをずっと取り続けろっていうのはまあ難しいかもしれないですけど、大体目分量これぐらいだよ、じゃあそれが食パンだったらどれぐらいの量なんだろうとか、じゃあそれが例えばちょっと脂っこい肉だったらどれぐらいの量になるんだろう、でそれによって脂質がどれぐらい下がるんだろうっていうふうに、少し考えた方が結局うまくいくんで、ストレスは抱えずに済むんじゃないかっていうところですね。もっと言っちゃうと、これ PFC はあくまで目安で、もう綺麗に 50%、30%、20% は多分難しいじゃないですか、はい、よっぽど測らないから、はい、もうカロリーだけ最初当てにしてればいいですよね。そうですね、食品の裏見ながらとかでもいいです、うん、はい、ただそうすると PFC バラバラになっちゃうんですけど、はい、まあそれが難しい人、これが難しい人はもう本当にそれでもいいっていうぐらい、うん、カロリーはまず、やっぱり大きなね、カロリーが一番のやっぱ基準ですよね、うん、になってくると思います、うん、結局だって病院で働いててもカロリーだもん、うん、糖質がどうとかじゃないもん、それ絶対痩せるんですもんね。だって痩せないと退院できないから、はい、うん、これで痩せないわけないんですよね。そんな遺伝子ね、50年60年で変わらないじゃないですか、うん、って自分は思いますっていうところで、まあちょっとね、このこれを馬肉にしたらどうなるかっていうのを やりたいと思ってますんで。いや、多分馬肉も調べれば出てきますから。まあまあそうです、はい、はい、鶏肉を言ってみたら馬肉に変えれば栄養価に近いですもんね、うん、かなり高タンパクで低脂質でって感じなんで、まあ、あとは調理方法ね、どうやったらじゃあ美味しく食べられるんだろうっていうのは、まあちょっとこの時期が終えたらやりたいなと思ってます、うん、今はちょっと自分料理を楽しみたいんで、そういうなんか減量食とか作りたくないんですけど、はい、それが終わって落ち着いたら、そういう女性用のお弁当とかそういうのも作っていけたらいいですね。本気で思ってますんで、はいはい、ちょっとまあ今日はちょっと参考にこんなもんなんだよっていうものです、はい、
じゃあモヤンカレーちょっと今食べないといけないんで。さっきなんか鳴ってましたもんね。ボニークでちょっと温めてたんで。はいはい。じゃあこんなとこですかね。はい。はい、じゃあまた見てね。ありがとうございます。